ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。突然ですが、皆様は魔系イベントに遭遇したことはありますでしょうか？私はあります。どう計算しても1週間以上かかる仕事の納期が残り3日だった時などです。いや、霊夢じゃなくて現実の話なんかい。学生の頃には、明らかに先生が不機嫌な時に宿題をしてないと報告する時など、どう転んでも負ける経験がある方もおられると思います。宿題、やれよ。その他、ワンチャン勝てるけど基本的には負けるイベントも存在します。宝くじなどのギャンブルが良い例です。宝くじは、夢、を買っているんだ。夢はプライスレスだから、期待値は無限なんだ、という意見もあるぞ。さて、泣きっ面に蜂、ということわざがあるように、時に不幸は連続で襲ってきます。学校でマイナスかけるマイナスはプラスと習ったはずですが、マイナスな時にマイナスが襲ってくると、すごくマイナスの気持ちになります。現実は数学よりもきなり。が、しかし1996年パロンドというスペインの物理学者が、確実に損をする2つのゲームを組み合わせると、得をするゲームになる、という数学のパラドックスを発見しました。ふむ、直感に反しているな。賢い人ほど、そうやって俺を騙すつもりなんだろう、と思われるかもしれませんがそうではありません。今回はそんな不思議な数学の世界、パロンドのパラドックスと呼ばれるゲーム理論の一種、パロンドゲームを解説していきます。マリサが、いや解説するのは確かい。では解説していこう。お願いします。二つの負け越すゲームを組み合わせるとなぜか勝ち越す、というのがパロンドのパラドックスだ。ではまず負け越す二つのゲームを紹介しよう。ゲーム A は、勝率 48% で1ドルが増え、52% で1ドルが減るゲームだ。ゲーム B も勝つと1ドル増え、負けると1ドル減るゲームだ。通常時は勝率 85% だが、所持金が3の倍数の時だけ、勝率は 1% になってしまう。ふんふん。勝つ確率が負ける確率よりも低いから、ゲーム A は何回かやれば確実に負け越すわね。わかりやすく言うと、100回ゲームをやると48回勝って52回負けるからマイナス4ドルだわ。ではゲーム B の方はどうだ？これはパッと見ではわからないわね。世界の鍋圧みたいなゲームということはわかるけど。これって損するの？ゲーム B も損するぜ。例えば所持金1ドルの状態でゲーム B を始めたとする。通常時は勝率 85% で勝つ確率の方が高いから2ドル、3ドルに増えたとしよう。所持金3ドルは3の倍数だから勝率はわずか 1% だ。だから負ける確率の方が高く2ドルに戻るとしよう。あれ？でも2ドルになったらまた勝率が 85% になったから3ドルになりそうじゃない？その通り。所持金を1ドルから始めると所持金が2ドルと3ドルの間を行き来しそうだ。ではこの時、所持金が2ドルより下がる確率と、所持金が3ドルを突破する確率はそれぞれどうなると思う？2ドルの時に負ける確率は 1-85% で 15% だわ。3ドルの時に勝つ確率は 1% だから。あ、負ける確率の方が高いわ。その通り。つまりこの所持金が振動する状態になった時は基本的に負け越す。通常時に運悪く負け越して所持金よりも下の振動状態になった時に抜け出せず、ほぼ確実に負け越す。実際に計算してみると、振動状態になった時に一つ上の振動状態に行ける確率は 1%×85% で 0.85%。逆に一つ下の振動状態に行く確率は 15%×15% で 2.25% もある。なるほど、一つ下の振動状態に行く確率の方が3倍弱ぐらい高いから、ずるずると負け越していくのね。実際に私が Python というプログラミング言語でプログラムし、ゲーム A、B をシミュレーションしてみた。所持金0から初めて400回連続でゲームを繰り返した結果がこんな感じだ。やっぱりどっちも負け越してるわね。ではこのパラドックスの本題、この2つのゲームを組み合わせてみよう。組み合わせるってどうやるの？単純に次のゲームをやるときに、50% の確率でゲーム A をやり、50% の確率でゲーム B をやるんだ。え、それだけ？たったこれだけだ。ゲーム A とゲーム B を確率半々で組み合わせたゲーム。さて、これは最終的に得するか損するか、というのがパロンドゲームだ。どう考えても損しそうよね。IQ53万を誇る私の頭脳も、このゲームは最終的にむごたらしいほど負けて地下労働施設に送られる、と告げているわ。さて結果はどうか。実際にゲーム A とゲーム B を組み合わせた所持金の変化をシミュレーションしてみるとこんな感じだ。え、普通に所持金が増えてる。不思議だろう。なんでなんで。ではなぜこんなことになるのか数学的に解説していこう。申し訳ないが、ここから若干難しくなるぜ。が、頑張ってみるわ。そもそもだが、視聴者様の中でゲーム D で負け越すのに違和感があった人はいないか？え、なんで？ゲーム D では所持金が3の倍数か否かで勝率が変わる。今ある所持金が3の倍数である確率を3分の1、3の倍数でない確率を3分の2とすると、ゲーム D の期待値はこうなるぜ。あれ？期待値がプラスになってる。実際にシミュレーションした時の結果はマイナスだったのに。
なんでこんなことになるのかというと、この期待値の計算自体が間違っている。通常状態、つまり所持金が3の倍数以外では 85% の確率で勝つんだから、このゲームは所持金が3の倍数に非常になりやすい。つまり所持金が3の倍数である確率は3分の1なんかじゃないぜ。あ、そういうこと、確かに言われてみるとそうね。じゃあこういう時ってどうやって期待値を計算すればいいの？このゲームのように前の状態が次の状態に影響を与えるような時の期待値の求め方は、このゲームを何回も何回も繰り返して、しまいに確率が落ち着くところを求めるんだ。これを定常状態、という。この定常状態から次のゲームでの期待値を求めると、このゲームが得か損かを見極められる。つまり、このゲーム全体で見た時に、所持金が3の倍数である確率をちゃんと求めるわけね。まさにその通りだ。これってどうやって求めるの？まずはわかりやすいようにゲーム D の所持金の変化を3の倍数で割った時の余りで場合分けして考えてみよう。3の倍数で割った時の余りは、0か1かにしかないからこのゲームはざっくり言うと3つの状態しかないわけね。そういうことだ。例えばこの図で3で割った時の余りが2の時、つまりあと1ドル勝てば3の倍数になる時の状態はここに当たる。そしてこの時の勝率は通常時だから、85% の確率で勝つと3の倍数になり、15% の確率で負けると余りが1の状態になる。この矢印はそれぞれ何%の確率で次の状態になるかを表している。全部書くとこうなるぜ。この図を専門用語で状態線イズという。ここから各状態の確率が求められるぜ。どうやってそれぞれの確率を求めるの？普通にそれぞれの確率に文字を置いて計算するんだ。例えば所持金が3ドルになる確率は、4ドルの時に負ける確率たす2ドルの時に勝つ確率だろう？ 3 で割った時の余りが0、1、2の時の確率をそれぞれ X、Y、Z と置くと、例えば3の倍数になる確率はこうかけるぜ。おお、方程式が一つできたわね。これを余りが1、余りが2の時もやっていって方程式を立てていくのね。そういうことだ。するとこういう3次連立方程式が出来上がる。これを解くとそれぞれの確率はこんな感じだ。ゲーム D では所持金が3の倍数になる確率は 43% だったのね。確かに最初に考えてた、所持金が3の倍数イコール3分の1は間違ってたわね。ここまで来てやっとそれぞれの確率が求められた。そしてここから期待値を計算すると、こうなるぜ。あ、確かにマイナスになってる。ではここからゲーム A とゲーム D を融合した際のそれぞれの確率を求めていく。やり方はさっきと一緒で、状態線イズを書いて、定常状態の確率を求めて、期待値を計算、するんだ。いよいよ本題ね。融合したゲームでは確率半々でゲーム A とゲーム B を行うんだから、状態線イズの矢印の確率はそれぞれの確率を単純に足して2で割ってやればいい。例えば余りが2の時、の状態から3の倍数、の状態になる確率はゲーム A では 48%、ゲーム B では 85% だ。ゲーム A は所持金に関係なくいつでも勝率 48% だしね。これが確率半々で起こると考えると、融合したゲームでは確率は 48% たす 85% 割る2で 66.5% になるぜ。こうやって A、B を合わせたゲームの状態線イズを書いていくのね。書いてみるとこんな感じだ。この状態線イズから各確率を計算してみるとこうなるぜ。あ、ここから期待値を計算するとプラスになってるわ。この各状態の確率がミソだぜ。融合した各状態の確率は、ゲーム A とゲーム B の確率を足して2で割ったものになっていない。つまり、この融合したゲームはゲーム A とゲーム B よりも勝ちやすい状態の確率になっているんだ。でも数字上ではそうなるかもしれないけど、私は数学強強勢じゃないから、そんなにすんなり理解できないんだけど、これって直感的にはどういうことなの？これはゲーム D をベースに考えるとわかりやすい。ゲーム D は簡単に言うと、通常時はほぼ勝つけど、3の倍数になった時にはほぼ負ける、みたいなゲームだ。ここに負ける確率がほんの少し高い、ゲーム A が混ざる。すると、通常時はゲーム A が混ざると、若干勝率が下がるものの、逆に3の倍数の時の勝率が以前と比べ 24.5 倍と爆発的に上がる。つまり勝てる、勝てる、ほぼ確実に負ける、だったゲーム B が勝てる、勝てる、若干不利、なゲームになって、結果的に全体で見ると勝てるゲームになったんだ。要は、ゲーム D にゲーム A を混ぜることで、通常時の勝率減少のマイナス効果よりも所持金が3の倍数の時の勝率増加のプラスの恩恵の方がはるかに大きくて、結果的に勝てるゲームになっちゃったのね。理解が早くて助かるぜ。というわけで解説はここまでだ。まとめると、不利なゲームも組み合わせ次第で、有利なゲームにできることもあるって感じね。自然界の生物には、このパロンドのパラドックスを用いている種もいる。単体で見ると生存に不利な戦略だが、複数組み合わせることで生存確率を上げているんだ。アメリカの作家、ハーマン・メルビルは言いました。不幸はナイフのようなものだ。ナイフの刃を掴むと手を切るが、取っ手を掴めば役に立つ、と。要はこう、不幸はその人の捉えようだということだぜ。
どう考えても不利な状況でもやり方次第では幸福に持っていける。パロンドのパラドックスはそのような教訓を私たちに教えてくれているのかもしれません。ただしパロンドのパラドックスには数学知識が必要だ。だから不幸を幸福に変えるのに勉強が必要だ。という説教めいた教えかもだ。ご視聴ありがとうございました。